カンジダ症とはいくつかのカンジダ属菌を原因とする心筋症の一つ。イースト感染症と呼ばれる感染症は厳密にはカンジダ症、モニリア症、イデオマイコシスに分類される。カンジダ症の定義には高校カンジダ症や正規カンジダ症のような表在性のものから全身性の致命的となり得るものまで含まれる。後期のカンジダ症は カンジダ肺血症と呼ばれるが、これは一般的に悪性腫瘍、臓器移植、高天性免疫不全症候群の患者のような免疫抑制状態の患者に限定して認められる。カンジダを原因とする皮膚や粘膜の表在性感染症では、極部の炎症や不快症状が一般的であるが、日和み病原体であるカンジダ属菌に、 はっきりと起因するカンジダ症の症状は手術であり、経過も異なることが多い。カンジダ症は、ビタミン欠乏症による免疫力の低下が主因で引き起こされる悪玉菌増加による日和未感染である。カンジダ菌そのものは、元来は人の体表や消化管、それに女性の膣粘膜に生息するもので、普段は何の影響も与えない。 また味噌やワインの発酵にも関与している。主な治療法はビタミン剤と乳酸菌成長薬の内服と抗真菌薬の概要が効果的である。ありがとうございます。